ローソン派じゃん俺ら。いや俺ローソンだね完全に。まあ俺らもう完全にローソン派なの、うん、だからローソンから紹介していこうと思って。はい。あ、まあ他のコンビニも美味しいのあるけど、ローソンで俺が好きな食べ物ランキング。お、面白い。トップ5。それって俺と合ってんのかな。どうだろう。でもトップ5だから結構むずいよ。単純にお前が買うものトップ5だから。最初に言うと唐揚げくん入ってません。あ、そうなんだ。だからローソン店員が選ぶとかじゃないけどね、お前の完全の主観ね。俺の主観。うん。だおすすめではあります、僕は。はい。まずこちら鶏から。食うわ、お前よく食ってるわ。これ食ってるでしょ。これ唐揚げくんよりこっちの方がね。俺一回もそれ食ったことないよ。食ってみ、一個。いや、もったいないよ。人生変わるぞ。人生変わるの、それ。人生変わる。安いもんだな。人生？俺の人生が安いもん。はい。何していいですか。うん、うん、うまっ。うまいでしょ。うん。こっちの方が美味しくない、唐揚げくんより。いや、もうこれはほんと主観だけど、同じなの値段200円ぐらい。どこに売ってんの。入って正面パーッと歩いてると、おにぎりの横のところ。ああ、その子なんだ。俺こっちの方が好きかもしれない。これがまあ、大。なんてやつ。鳥からね、うん。俺の遊戯王の第5位。マジシャンオブブラックイリューション。ブラックマジシャンデッキちょっと作りたくて。うん。これも当てましたよ。わかる人にもわかるね。一つだけにして紹介。これめっちゃかっこよくない？その動画撮って。第4位っていいですか？お願いします。こちら骨なし黄金チキン。うわ、俺行かないやつ食ってるわ全部。じゃあ食ってみ今。いや、一口食ってみ黄金チキン。お腹いっぱいなんだよ。いや、大丈夫だから。なあ、うまいね、うまいね。エルチキどっちがいい？最近俺こっちなんだよね、エルチキよりも。なんだ。いや、その気持ちはわかる。それで第4位。うん、厳しいでしょ結構。いや、俺のオールスターの時は出てないよ、まだ。うん。まあ、噛んだのオールスター当てようと思えば当てれるけどね。うん、そうだろうな。同じコンビニに同じ回数だけ行くからね。うん、第3位。はい。これ、ちょっと秋っぽい感じで。プレミアム。いや、俺、行かないのばっか行くじゃん。いや、食わないじゃん、デザート。いや、食わないよ。俺、コーヒーゼリーしか食わないの。あと、まあ、一時期あれな、果物も。どっさり入ってるやつ。いちごじゃなくて、みかん。みかんね。その二つなの。なんか、おしゃれだね、なんか、お前。これめっちゃ美味しいぞ。なんか、ひとひねりしてる、ちゃんと。でも、お前、これ食ってるわ。食ってるでしょ？見る見る。これ食うんですよ。あ、美味しい。そんなに？スイーツ食ったら幸せになれるよね。俺ね、幸せじゃないなって最近思ってる人、うん、スイーツを生クリーム多めで食えば幸せになる。いや、それは人によるよ。いや、マジで絶対そう。生クリームは、あれ、幸せの象徴。あと俺、悪いけど、鳩が平和の象徴って認めてないから。鳩の話やめよう、今。鳩嫌いだろ、俺。ちょっと食べてみて。いいよ、お腹いっぱいでしょ。お腹いっぱいだよ。よいしょ。うまいよ、やっぱ。うまいね、これ。超美味しいんだよ。繰り返。言うだよ。第2位、こちら。お弁当食んの、お前。え、なんか、一品系じゃないの。お弁当来ますよ。お弁当じゃん。はい。うわ、確かに美味しそうだけど。エビピラフと焼きそばのお弁当は。いや、最強じゃん。最強なんだよ。絶対最強だわ。これね、しかもこれもお前好きだろ、だって。そうそうそう。これね、いや、こんなん欲のためにしか売ってないようなもんじゃん。これね。絶対それあれだわ。これ超美味しいの。ただそれだけのためのやつだ。エビピラフってもう絶対美味しいもんな。いや、俺エビアレルギーだから食ったもんね。てんや行くじゃん。てんや行くよ。てんや行くじゃん。内緒でな。内緒でてんや行ってるよね。うん、親に内緒で。みんなに内緒でてんや行ってエビ食ってるよね。うん、エビアレルギーだから心配されるから、うん、エビ食いたい時は。てんや。一人でてんやで食う。これがね、美味しいんですよ。うまいだろうな。エビピラフが一番うまいからね。いや、てかね、ドリアとかさ、うめえじゃん。うまい。誰エビ入れんのあれ。でもさ、いる？ローソンのドリア俺6位ですよ。あれ美味しいよね。うん。いや、あれいる？エビ。エビ汁みたいなの作るの作る。ちげえんだよ、お前。エビそんないる？エビ食わないとあれ、食べちゃダメなんだよ。エビだけ残してるじゃん。うん。アウト、エビ汁入ってんだよ。アウトだよ、お前。え、知ってんだよ、俺も。で、ちょっと感じんだよ、喉痒くなって。あ、エビ汁感じんだ。なんでエビ入れんの？彩り？
これとかもエビいらなくね、ピラフでいいよね。でもエビってさ先頭につけるからさ、 YouTube の題名と一緒で一番最初に来るの。エビそんな強くないだろ。エビ強いんだよ。チリのが強いだろ。お前チリピラフ嫌だろ。チリピラフうめえだろ絶対。ケツ入ってんじゃん。うめえ。唐揚げが入ってるじゃん。本当に食うじゃん。だから単純にそういう人喜ばせる弁当だよそれ。で、こっからの焼きそばお祭りみたいな感じだよな、うん、え、1位でしょ次。うん、気になるな。ファンタも1位かも。俺も好きそう。絶対好き。マジか。じゃあ第1位、うん、こちら。うわ俺これ食ったことあるわ。俺食ったことあるって相当よこれ。もちもち生パスタカルボナーラ。俺じゃあ1位当ててたわ。あ、ほんとに。俺の中でたくさん食う系これしか食ったんだと思う。あーなるほどね。これ超美味しいんだから。本当に美味しい。部屋で一人でそれ食ってる覚えあるもん。親寝てっから。うん、カルボナーラ最強だと思ってたね。そうだね。はい、ということで、はい、いや、これが僕のね。いや、僕今見てて結構間違いないと思う。これ全部外れ一個もないと思う。美味しいよね、うん、はい、ぜひ食べてみてください。はい、はい、ということで以上今日の水溜りボンドでした。はい、ありがとうございます。はい、また明日。